注目はやはり6号艇浜村のコーストリースタート展示は誰も譲りませんでした。本番レースもうち5選手がブロックの構え、どうやら定番通りのスタイルとなりそうであります。丸亀ブルーナイターデイリースポーツカップ、これより第10レース2つ目の準優勝戦です。1号艇渡辺雄一郎、2号艇芹沢勝彦、3号艇小島和弘、4号艇小沢和也、5号艇浜本雄一、6号艇浜村義弘、以上6名です。スタート展示は前提スローの枠なりでした。本番レースはどうなるか。1号艇渡辺雄一郎がまずインコースに構えていきます。今回も丸亀2日目以降連帯ラッシュと逆転での2位通過となりました。盤石の攻め逃げ見せるか渡辺、そして2コースには2号艇芹沢勝彦、ここに来て3連勝、伸び足に加えましてそのターン周りも切れ味抜群であります。3号艇小島和弘3コース、4号艇小沢和也が4コース、5号艇浜本雄一までがスロー。本番レースは5コースまでがスローとなって短期のかましとなりました。6号艇浜村義弘、怖い小丸亀水面を知り尽くしています。この準優勝戦前に整備も施してまいりました。6号艇浜村スロー勢うち3艇が 100m よりも深めか。第10レース2つ目の準優勝戦、1番2番3番4番5番ダッシュ6番スタートしました。うち3艇揃ってのスタート。1号艇渡辺、2号艇芹沢、3号艇小島、1マークインから1号艇渡辺雄一郎、2号艇芹沢勝彦、さして間割るか。3号艇さらに内をつく、5号艇浜本、内から4号艇6号艇佐藤も先頭争い。1号艇渡辺雄一郎と2号艇芹沢勝彦、両者高枠2人並んでいる。すぐ後ろからは5号艇浜本に、内からは4号艇小沢和也も迫ってくる。第10レース準優勝戦スタート正常。2マークはセンターから2号艇芹沢先手、1号艇渡辺雄一郎は外前ホームストレッチ内って抜け出した。独走は2号艇芹沢勝彦、1号艇渡辺雄一郎が外前から追いすがる。2番手3番手は4号艇3号艇並走、内側4号艇小沢和也、外に3号艇小島和弘。レースは2周の1マーク、先頭独走となった2号艇芹沢、1号艇渡辺雄一郎、2番手その外3号艇小島和弘が思い切って握って回るが、ここは1号艇渡辺雄一郎が2番手優勢。しかし差が詰まってきた。その差は2停止半。3番手から猛烈に追い上げる3号艇小島和弘、後方4号艇6号艇5号艇が続いています。目下のところ2番1番3番2周2マーク、先頭2号艇芹沢、1号艇渡辺雄一郎の外、ここも果敢に行く。3号艇小島和弘もここは振り切ったか。1号艇渡辺雄一郎再び4停身とリードを広げ、2番1番3番最終周回に入っています。高枠2人が好スタート、やや深めのイン2コースということになりましたが、慌てず騒がずきっちり決めてまいりまして、2コースからの差しを決めたか。2号艇芹沢が先頭、1号艇渡辺雄一郎の外、ここも果敢にいった。3号艇小島もここも2番手キープ。1号艇渡辺雄一郎2番1番3番後方水が空いて、4号艇6号艇5号艇が続いています。第10レース2つ目の準優勝戦、先頭は独走態勢、2号艇芹沢勝彦、1号艇渡辺雄一郎の外側、最後の最後まで果敢に行く。3号艇小島和弘も2番手守った。1号艇渡辺雄一郎2番1番3番でゴール、先頭2番芹沢ゴールイン、2着1番渡辺、3着3番小島ゴールイン、4番小沢ゴールイン、6番浜村、ラスト5番浜本ゴールインです。